日本キリスト教団今治教会はアメリカンボードの宣教師 JL アッキンソンによって創立された教会である。1876年にアメリカンボードの宣教師アッキンソンが松山在住の人物からキリスト教を教えてほしいとの手紙が神戸教会に届いた。神戸にいたアッキンソンがそれに応えて1876年3月28日に年松山に行って 伝道をした。たまたま今治の増田清平という人物が松山でアッキンソンと同じ宿に泊まった。この増田はアッキンソンの説教を聞いて今治に来てほしいと懇願した。そこでアッキンソンは4月8日から今治を訪れた。数日間今治の宿屋や町会所で伝道集会を行った。その後、城大地震と中島詳細が来て、 伝道を行った。1878年には再びアッキンソン一行が訪れて説教を行った。キリスト教に賛成する約40名により、アイリー社という団体を組織した。1879年3月、城大地震が今治に来ると、仮街道を設けた。そして、同志社が新学生で、熊本バンドの横井時代が来て伝道した。 1879年9月21日に、アッキソンを議長として、横井時代の暗守霊視権が行われ、初代牧師に就任した。1879年9月21日に、今治教会が設立された。その時、大倉治右衛門の中谷宇三郎、八谷徳三郎、矢野万助、渡辺福治、真鍋忠しの名が宣を受け、大阪教会の作が、 転入会した。その後、松山、西条、丸亀、宇和島などに伝道する。1880年に仮街道が建設され、1881年に恵比寿町一丁目に今治教会の街道が建設された。今治教会を開拓したアメリカンボードの宣教師アトキンソンその後、今治教会は日本組合キリスト教会に所属する。 1909年に街道を増改築する。1940年に橋浜教会が合併する。1941年には日本キリスト教団に合流し、1943年には今治メソジスト教会と合同した。1951年には教会付属恵み幼稚園が創立された。1963年に江本康郎が、 第九代目牧師として赴任してきた。ありがとうございます。